Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? はい、どうも、フォーシーズンデザインラボ。はい、どうも、フォーシーズンズ代表の山下です。今日はいよいよじゃん。これですか？銭箱。北海道ちょっと有名な海水浴場なんですけども、向こうちょっと見てください。あっち小樽方面、港見えますか？はい、はい、この手前にある銭箱、英語でシーボックスっていう場所来てます。今日はね、見てください、うちの大人気の商品、サンシェードのポップアップテントを、今日は持ってきました。最近売れ行きらしいですね。そうなんですよ、今8月に入って、まあ、予約も今たくさん入ってて、新しいものが入ってくるんですけども、今日はこれをちょっとご紹介したいと思います。お疲れ様でした。めちゃくちゃニコニコしてる。いや今日は暑いよ、本当に。今日何度だろう。33度ぐらいでしょ。ね、いや、久々にね、来た、あの日本海で海、ようやくですね。正直ね、砂浜ね、こんな感じなんですよね。ちょっとね、昔はもう少し綺麗だったんだけども、最近ちょっと汚くなっちゃった。でも俺ね、子供の時ね、よく来てたのよ。本当ここ並びにずっとあるでしょ、ドリームビーチとか、はい、あのね、で、あっち小樽でしょ。今見て、あの人降りてるの？降りてますよ。ちょっとあの映んないですよ、この距離。今日はあの風そんなにないんで、まあ、このうちのポップアップテント今からちょっと立ち上げますけども、はい、多分ね、ペグなしでも、まあ、自立すると思います。なんか問い合わせであったらしいですね、ペグなしでも自立するかっていう。ペグ使わなくても、自立するんですか、はい、これぐらいの風速だったらほぼほぼ問題ないと思うんですよ。いただきます。で、これ収納袋から、まあ、ファスナー、まあ、開けますと。で、ここにね、まず説明書入ってるんですけども、もし何かあった時にはこの QR コード、こっちか、あ、後ろの、そう、ここちょっとね、携帯かなんかで、はい、読んでもらうと、立て方、はい、出てくるんで、あ、収納の仕方とか出てくるんで、まあ、ただ立ち上げる時はね、こんな感じいきますよ。せーの、はい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 、完了。あ、完了してるか。はい、あ、ごめん、逆か。あ、ごめん、逆ですね。こっち側、まず正面、こういう風なちょっと前に出るね、はい、レジャーシートみたいについてるから、まあ、ここ正面にして、ファスナーを開ければ、はい、まず簡単に立ち上げることができました。